ノクさん、メッセージありがとうございます。玉の四線ってね、思ったんですけども、電波がなかなか厳しかったなと思います。特に動画のアップロードに3時間とか4時間とかかかって、なおかつ上がらないというね、やきもきしちゃいました。部屋ごとに Wi-Fi は分配されていたんですけども、その Wi-Fi のね、電波の質っていうのはこれ運任せですよね。Wi-Fi がついてるから必ず上がるってものでもないかなと思います。インドネシアに行った時もね、全然上がらなくってね、困っちゃったんですよね。ハワイはね、ビュンビュン上がってました。ということで Wi-Fi の環境、ルーター持ってってもダメなところもあるなっていうのは覚悟しないといけないかなというところですね。まあ、そんな時でも YouTube ライブっていうのはね、すごく優秀でどんどん上がってくれたんで、これからはね、 YouTube ライブもっともっと活用していきたいなと思います。で、今回ルールに対してノクさんからメッセージいただいたわけなんですけども、そうですね、GoTo トラベルね、それからノクさんのやってるビジネスもすごい成長ですね。なんかこれから楽しみですね、ノクさんもね。まあ、いつもね、こうお面をつけての登場ですけども、他のファンの方もいろいろとね、お考え出してくださってるんじゃないかなと思います。これからも共にこのね、やり取りを続けていきましょう。ありがとうございました。それではまた。